Hey!
Thank you.
見えないとなんだか不安になる。それにね、22層の家に帰れなくなっちゃったじゃない。あの家には
キリト君と一緒の思い出が全部詰まっていたから、みんなと同じ宿屋で眠るのも嫌なわけじゃないけど、寂しくて。私もキリト君から元気をもらいたいな。何照れてるの？元気を注いでほしいな。元気になれそう。Thank you.
タイミングを合わせていくわよ。これで決める。いよいよか。それって、いよいよね。そうだな。よしよし。どうしたの？それじゃあね。
しよし。よし。よし。どうしたの？さあ、行きま。よろしく、キリト君。何かイベントが始まりそうだね。あ、向こうに人がいるよ。おや、お客様でしたか。普段は工房にこもっているもので気づかず失礼しました。ここに工房があるんですか？ええ、この建物の裏に修道院の神父たちで銀や貴金属の鋳造をしています。主に指輪の類のアクセサリーを売って生活の足しにしているんですよ。どのような指輪でしょう？杖の指輪です。ほう、杖の指輪ですか。キリト君、神父さんの頭の上、金色のクエスチョンマークが出てる。やった！ユイちゃんの言ってた儀式のクエストってこれのことだよね。
他のお題で起動するのかもだけど、まあうまくいったからいいじゃない。お入り用でしたらお作りしますよ。普通の指輪だったらすぐ作れます。ええ、この層で手に入る金属を使えば素晴らしい輝きの指輪ができますよ。ですが強い怪物が守っているため材料が手に入りづらいんです。この町の西に縄張りを持つ怪物なんですが、この辺りで修行しながらゆっくり力をつけて戦いに挑むといいですよ。神父さん、ありがとうございました。材料が手に入ったらすぐ持ってきますので。ええ、お待ちしております。道中はどうかお気をつけください。うん、わかってる。すぐに材料集めを始めましょうか。キリト君、準備はいい？じゃあ行きましょう。その前にいるのが、でも私たちなら楽勝だよね。
いアイテムを回収しないと。これは驚いた。もう持ってこられたんですか？一体どうしたらこんなに早く用意できるのですか？それは素晴らしい。そんなお二人に急いで指輪を作りますので、ちょっと待っていてくださいね。お待たせしました。こちらが指輪となります。特殊な材料を使っておりますので、普通の指輪とは輝きが違いますよ。やはりあなた方も例の儀式に挑戦なされるのですか？祝福の儀式ですよ。この指輪をつけたまま、禊の湖、思い出の地、絆の神殿を巡ることを言います。あなた方のようなお若いお二人がよく挑戦されていらっしゃいますよ。ここからが祝福の儀式の本番ってことかな。そしたら私たちまた一緒に頑張ろうね、キリト君。
Thank you.